平成21年2月3日節分の日、今年も地域の方々の分する鬼が保育園を回り豆まきを行いました。山田保育園では心の中の鬼を豆をまいて払おうと園長先生から節分のお話がありました。まずは福男と福女の2人の園児が各教室に豆をまいていきます。その後、地元の方々が鬼役、ヒーロー役になりきり、園児たちの前に登場。園児たちは必死に鬼に豆を投げつけ逃げ惑い、中には怖くて泣いてしまう子もいました。内の巻保育園にも鬼は現れ、ここでも園児たちに節分行事をしっかりと体験してもらいました。最後には鬼たちと園児たちの記念撮影をし、行事を終えました。